6番池が悪い最後方で残り2周切りました。前は1番角田が突っ張りまして、短期6番池が悪いも今度は5番手に切り替えて九州勢6、7番手です。先頭1番角田明、須須田大光、晴山博之のマーク、残り 600m。 そして4番岡田光太4番手、池が悪い途中切り替えて5番手です。九州勢やや苦境な流れ、先頭はペースをつかんで1番角田明、そのまま加速していきまして1列棒状の引っ張り、残り400切りました。3番須須田大光、そして5番晴山博之も追走で、4番岡田光太射程圏の4番手、2コーナーから7番瀬口のまくりです。瀬口と南九州勢が怒涛のまくりを打ってくる。さあ4番手から3番手伺ってきました。踏み直して1番の角田先頭、2番手は3番須須田大光、少し突きバテの様子。後ろからは7番瀬口匠が追い込んでインコース、5番晴山博之が追い込んで2番手に上がる。1番角田明逃げ切って氷、2着は5番晴山博之、そして3番須須田大光、3番手の粘ったか。